が60ある。60。初めて見たこんな。でかい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 。マルちゃん。これが琵琶湖バスなんですね。これです。おい、いい感じに行ってる。行ってる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 。これさ、ディーパー持ってきたんだけどさ、はい、これでちょっと投げてもらって、俺携帯持ってるからさ、はい、ちょっと水深ここ調べていいですか。ちょっと使わせていただきます。なかなかね、自分で投げて普段やってるけどね、今日は飛ばし屋さんがいるから、はい、はい、来た。はい、来た。ここは70センチです。まさにですね、うん、正確ですね。いや、まあ浅いところもね、ちょっと測れるようになったので、じゃあちょっとお願いします。はい、今ね、投げた先は 3.5 メーターぐらい。はい、あ、でもこのちょいキャストで 3.5 メートル届くってのは結構琵琶湖では深いっていうか、断湖のエリアだと深いっす。もう駆け上がってんすか。もうその距離で3メートル、どんどん駆け上がってる。あ、上がってるっすね。2.8。 あれさ、あのディーパーの位置で 2.7 ぐらいっす。で、あのちょっとで3メーターちょい。結構いいブレイクっすね。ブレイクラインあるね。で、いや、で、まだずっと駆け上がってるっすね。なだらかに3メートルからこの短いスパンで、今2メーター。あそこに2もあんだな。おお、2.2 だね。はあはあはあ。あ、こっからようやくまあまあまあフラット。そうだね。あ、でもずーっと上がってんだな。おお。あ、ガクンと上がった。あ、いや、岩があるのか。ちょっとデカめの岩入ってんね、そこね。1.7、1.5。下結構硬いんだね。あ、そうなんです。もう一年。もちろんもちろん。な、何回か。ちょっと右にする。ちょっと待ってね、電波。あ、4メ、あ、違う。あ、え？4ある。あ、深いな。え、あの距離で4あるんだ。すごい急激な駆け上がりだね。結構すごいですね。やっぱね、くっ。ちょっと待って。まだ、やっぱく。やっぱく。ここありじゃない？ありですね。おお。そんなちょいキャストの距離で4メートルから。上がってる上がってる。一気に上がって。距離でね、20メーター、25メーターとかそうね。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いいっすね、いいっすね。めちゃくちゃいいっすね。ちなみにね、水温は 8.2 度。あ、いや、高いっすよ、これ。かなり高いっす。 8.2 高い。はい。琵琶湖大橋の観測所で今 8度台。うん。下手したら 7.9 度なんで、ここ高いっすよ。まあ、表層水温ってことにはなるけど、8.2 で、今日これからポカポカにどんどんね、なる予報だからね。そうですね。うん。ね。ちょっとあっちも。はい、そうです。ちょっと回収しちゃいます。はい。結構こういう、おかっぱりしかできない状況で測れるの良くない？いや、めちゃくちゃいいですよ、これ。うん。どんな釣りでもいいですね。一応ね、接続距離は 100m って歌ってるからね。接続切れた。OK。 やべ、ちょっと不発抜けた。そっちはね、2.4。あ、浅いんだ。ちょっともう一回いいですか。ああ、もうちょい大きいなイメージだよね。ちょっと一回ここで安定させて。はい。
そこぐらいで5あるね。 4.5、4.7、 3個ぐらいにはなるよね。ここで駆け上がり迫ってるから投げてみようかなっていう、で、ね、思ったよりちゃんとほんとしっかり出るですね。あ、僕も欲しいですやらせとお買い上げお願いします。まあ、ブレイクがどんぐらい寄ってるかね、分かるっていうのは一つ強いと思うんで、はいはい、ありがとうございます。はい、そこら辺置いといてください。じゃあ始めますか。行ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でも田中さん雨ウェルカムなんじゃないですか。うんですよね。うんそう、うん、カメラ的には大丈夫なんですか。頑張る頑張る、うん、でも最近雨がなかったと思うんですよ。雪しかなかった、うん、久しぶりの、うん、それがもしあったかい雨なら結構、うん、ね、そうそういうとこにどこに入るべきなのかなってね。もう普通にこの今やってるここら辺に上カッパ着込んで立ち込むって感じかね。あの予定ではいるっすけど、ね、あ、もう早く一匹連れてくんねえかな。これさ、いや一匹釣れば俺のアクションちょっとすごい早いんで、まるちゃんに、いや今今日こっちだからって言い切れるんですけどお前ちょっと遅すぎだよぐらい言えるようになるんですけどおっしゃおっしゃ、これがビアコバスなんですね。これです。これを狙いに来たんだ。 すげえ綺麗。おゾディアス・イスコーピオンの組み合わせ、これですよ。でカバースキャットはこれなんだね。これです。あ、リングビアもついてんじゃないこれ。そうっすね、ちょっと枯れ藻が。おかっぱりカバースキャでね。うー、すげー、勉強になります。ありがとうございます。はい、まあ口閉じ。はいよ。はい、口閉じ。はいよ。53。53。53。よし、コンサインいただきました。2300。2365。ありがとうございます。よっしゃ、よっしゃ、まるちゃん、よっしゃい、わっしょい、でかい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 、ナイス、
カバスキャ。カバスキャ。ハンパンっすね。いやー。腹パン、超ハンパン。いいもん見させてもらいました。いやー、ま、ちょっと X デーだね。まあ夜のうちにね無駄な時間を有効活用する夜しかない水深を調べといて、夜適してるわけじゃないんだけど、夜しかやる時がない。こっちとしてみて、この今繋がってるっすか。ちょ待って落ち着いてから助けて、ちょっと足場の安定を。ああ来てるっすね。なんか、うん、来てない。 0.9 来てる。はい、繋がってます。投げるっすよ。はよ。来た。浅いねーよー。こんな時期 2.5 しかないんだ。そうっすね。今距離的に多分まあ35から40ぐらいは飛んでるんですよ。着水点が 2.5 って結構収穫ですけどね。うん、それだけで。じゃあお願いします。投げます。はい、キャップ。もう結構飛んだ。カバースキャジャー行くか行かないかぐらいだな、あの辺はな。水温 8.6 度もある。すげえ上がったっすよ今日で。ねえ、ちょい投げで近場から調べてみてもらっていい。5メーターぐらい。はよ。あの辺り来てるっすね。あ、でもあそこも 2.3 なんだ。 2.3 フラットなんだね。だ岩とかでもあんのかね、人気があるってことは。まあここね、ガラガラしてんすよ。ガラガラってゴロゴロ。あフラット。あでもこれだけ分かればいいや。2.2 フラットだな。あ、ここで上がっ、あ、まあ、超手前だ。超手前で。そこでようやく駆け上がって、うん、一気にこの我々が立てるぐらいの。なんならここまあまあポイントってことですよね。手前が手前、うん。右から上がるな。ちょっと投げてみていいですか。はい、もう一回行ってみましょう。遠いな。ちょっと一回安定させて。あ、でも浅いね。浅いですね。うまくっすよ。はよ。 2.4 だね、うん、このチリチリはベイトなんですか。うん、どうします。水門のとこ行ってみますか。行ってますか。これ水門。これ水門っす。10メーターぐらい。はよ。切れてない。2メーター。2メーターだね。2なんだ。なんだ、2切ってるっす。浅いんだね。ちょっと水門に向かって突っ込んでみてください。そうだ、身をあるかなみたいな。身を筋探しときた。そうっすね。もうすぐ50センチぐらいの幅あるの。せめてダンサーインザダークあんのかな。お上がってきたぞ。ここでもう上がるんだ。ここで上がってるっすね。赤どんぐらい上がってる。あ、デコボコだ。デコボコしてるの。手前から5メーター、7、8メーター。ここでこれが駆け上がり。あ、それはそこか。でちょっと水門の。はいよ。水門目の前。はいよ。今身をっぽいかなみたいな。そんな変わんないね。もはやこれなんだろう、あ、これウィードっすかね。うん。そこちょり。ね、なんかちょりちょりあんね。うん、まあでも、ほぼフラットと言っても過言ではない感じだね。上がっ、なんだろう、この上がっ、ウィード？まあでも2メーターオールみたいな感じだね。
駆け上がったけど、ちょっと正面投げていいよ、ちょい飛ばしで切れるなよ。あーでも20点しか下がんないね、うん、マックスよ。それノイズなんすかね。ただこれ魚、ちょっと感度上げれば、これベイトだらけじゃないですか。これベイトだと思うけどね。ベイトなのかな、水、うん、ゆるっとでも上がってはいるんだね。うん、ブレイクというよりもなだらかに、うん、やっぱフラットはでもフラットの役目があるんですよね。ね、春の、まあ、ここに乗っかってさえくれればいいけど、朝の夜のうちに乗っかったような朝うろうろまだいてくれたら、うん、ちょっと向こう行っていいですか。はいよ。あの、そうだね、30メートル。はい。この奥に投げると5とかになっちゃうのかね。いや、琵琶湖で5ってあんまりないと思いますけどね。5ってあんまり寄ってないですよね、人工的に本来限り。でもこの浜8まであるんですよ。うん、それは春節でしょ多分。そうあ、じゃあちょっと行きますよ。正面行きます。あよ、あちょっと多分これ3、これ3ですよ。ごめん、ちょっともうちょい左に投げる。まあ3だね。3ですね、うん、やっぱね。ゴチゴチしてる。深っ。お、結構深いな。え、まるちゃんでそれ？まるちゃんでそれか。あ、浸水した。どうしようかな。いや、行けるんですよ。そっち？安全に行った方がいいか。まるちゃん浸水ってちょっと。来ました。来ました。おい、いい子じゅう行ってる。行ってる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 。何日ぶりのバイトですか。340日ぶりぐらいのパス釣りたくて行ったー、かっこいい、あざーす。よいしょー、おっしゃー、イエーイ、いいパスで、ディーパー素晴らしいですね。これなんかディーパー測ったら大きいなんかあったんですか。5メートル。素晴らしい、ありがとうございます。はい、そうですね、4547。まあでもちょっと冬っぽい面してますね。ありがとうございます。これはびわこー入りきらないかと。びわこーでっかい、これ何すか。
やっべえっすね。ちょっと体力の持つ限り持っててください。初めて見たこんな。やっべえ。うちのちょっと何釣れたんですか？カバースキャットです。そこのちょっと平らなとこで測りましょうか。結構でかいっすよ。うわ、60ある。60ちょっと陸の平らなとこで測ろうか。いるんですね。もう結構すごい、すごいじゃないですか。こっちの方がいいですね。はい、マジか。じとじて。これで、ま、うん、60.5 ぐらいはあります。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。こんな初めて釣った。いやちょっとびっくりしちゃって俺もでけーと思った。いや、もう昼過ぎからずっとやってるんですけど全くね。いや、私もそうですよ。ずっと一日やって今ボートめっちゃいたでしょ。それも誰も釣れてないし。うん、はい、68分。超でかい。いやー、これタックルは後で詳しく聞きますけど、うん、忘れないうちに。カバースキャットくれた原さんの作ってきたスペシャルゾーンですね。もう琵琶湖スペシャルでいいっすねこれ。もうそれでいい。でっけー。ありがとうございます。さっき聞いたんですけどこれは自分でこさえてきて、そう、38g まで気持ちよく使えるよっていうブランクスですよね。そうそうそう、うん、でティップ気味にちょっとガイドを寄せたセッティングで針持たせて、はい、リールはこれシマノのクロナークに20ポンド20カバースキャット。カバースキャットいた。これか、半端ねえ。いやおめでとうございます。ありがとう。原さんが珍しくでけええー、まあ50アップかーなんて思ったら60超えちゃうんすね。ねえ、全然寄ってこねえと思ってさ、合わせがめっちゃ重てえと思ってさ。最高っすね。うん、あれ糸走ったかなと思って聞いてても全然いかねえからさ、あれ違うのかなと思って、とりあえず合わせようかと思って、もうこれ電動入りにしよう。色なんかもうこの色かってのも思い出せますから ねもう飾っとく。とにかくおめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。いや、初めての琵琶湖遠征大成功でした ね。まさかあんなの釣れると思わなかった。なかなかいろいろ感じたことはあるんですけど、本当あのテンプレ通りって言ったらあれですけど、カバースキャットが流行ってるらしいなんつって、ただここまでとはね。はい、あんなのがね食ってくんだからすごい威力だね。うん、ちょっと原さんと釣り校の方でいろいろ今竿なんかもこさえていろいろ遊んでますけど、これも楽しいですね。楽しいね。自作の竿で釣れたから、本当今回の琵琶湖を想定して組んで、ね、ちょっとグリップ長かったかな。はい、うん、いやー、もう曲がりは横で、あの時ちょっとあの見れた、そばではあの撮影できなかったんですけど、竿の曲がりとか、うん、まあ食わせるまでのやつとかいろいろ考えて、なんかやりきりましたね。やりきりましたね。お疲れ様でした。お疲れ様です。また機会があればよろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。詳しくはバーフープに行くといろいろ聞けるかもしれないんで、はい、お待ちしております。変なところで宣伝入りましたじゃあ終了します。お疲れ様でした。はい、はい、というわけで帰ってきました。 YouTube を始めてからですね、初めての琵琶湖遠征っていうことで、いやー憧れのですねフィールドに行くことができちゃいました。でね、仲間といろいろこういった、携帯型の魚群探知機や、駆使しながらですね魚を探しに行ったところ、結構ねもう序盤からね50アップがねポロッポロッと釣れて、で最後の最後にはですね、あ、釣り子 TV 初めて映すことができました、60アップっていうこと で今回のね琵琶湖遠征ではね、このねちょっとディーパーをいろいろ活用してみようっていうことでですね、釣りを楽しんできたんですけども、普段はですねレンタルボートとかで魚群探知機としてね使っているんですけども、これの本領発揮は投げて地形変化、水温のね動きなんかを、調べて、おかっぱりから、使える魚群探知機っていうね、これがね、一番じゃないかなっていうことでね、今回琵琶湖に持って行ったところ大活躍っていうことで、でまあ動画の中ではねあんまり細かくはね語っていなかったんですけども、要はねちょっとね寒いタイミングで、釣り場に入ったので、ディープ隣接の、まあ、おかっぱりからですねディープと呼べるようなところに、ルアーを投げ込める、そういった場所を探し出して、でそこのブレイクラインとかにね、カバースキャットを置いてですね、それで当たりを待つっていうね、こういう作戦だったんですよね。そこでまあねちょっとまあノーシンカーの釣りなんでなかなかね、まあ、カウント取れば水深も取れるんですけども、ただこれね投げれば一目瞭然でですね狙いの水深が探し出せるっていうことで、今回はね 4.5 メーターからまあ5メーターぐらいの、水深のところから、ブレイクラインを通じて、3メーター2メーターぐらいまでにこうシャローフラットが上がってくる、そういった地形を探したところね、そこで守備よくですね、ポコポコと釣れてくれて、でまあこれはディーパーなんですけども、今回何よりもね大活躍したのがじゃじゃーん、デプスのカバースキャットですよね。これね正月のセールとかでこれお一人様3点限りとか書いてあるかな、まあこういう感じでね、冬の間に集めて集めて、まあ自分の動画なんかだと主にですね牛久沼なんかで使うことが多いので、そういう時に向けてね集めてみたんですけども、今回ね琵琶湖に行くよっていうことで持って行ったところ、ねほぼね仲間うちの全ての釣果がねこのカバースキャットの 3.5 インチね、釣ることができましたね。すごいルアーですねこれは。うん、まあこれをノーシンカーで、まあ、テンプレ通りの釣れですけども、こういう感じのね、水晶の、ワーム 34R ね、これの60番もしくは50番につけて、それでできるだけ遠くに飛ばして、で当たりを待つっていうね、こういったスタイルだったんですけども、釣れればねまあね大きい方だとまあ53センチ54センチあとね40センチ台のやつも多分ね測ってはいないんですけども、47、8センチ全部あったんじゃないかなっていうことで、でもうねこれでしょうっていうことで、最後ね原さんがこれを集中して投げていたところ、まあ実はねなんだろうバッテリーチェンジのタイミングでかかっちゃって、で自分も慌ててねレックとかをしたんですけども、もうね釣り上がった後だったんですけども、60アップね上げることができたっていうことで、うーん実はね自分ね丸坊主いやー頑張ってね気合を入れて自分もねカバースキャット持っていったんで投げたんですけども、3バイトぐらいもらえたかな、
糸が走ったっていう瞬間もあったんですけども、ちょっとねタックルとかがねずれていたのか、あ、自分は釣り上げることができませんでしたが、仲間内ではね50アップ60アップ喜んでっていうことでねでかいバスが、いっぱい釣れましたよっていうことでね、カバースキャットこれね、なんだろう、全てのバランスがいいって感じなんですかね。こういった高比重脳進化系のワームで言うとね、まあゲリー山本のやつとかで結構いいのがあるんで、それを行きたいところなんだけど、飛距離とかで考えるとやっぱもうこのカバースキャットね、なのかなっていうことで、やり込んでみたところ、やっぱりね、当たりがね、これにね、集中したなっていうことで、まあ4月ぐらいにはですね、ヤマタヌキのでかいやつなんかが登場するようなんていうアナウンスも見たんで、それが出たらね、そういったルアーも使って試してみたいななんて思うんですけども、何にしてもカバースキャットやばかったっていうことで、まあこれがなんだろう、ノーシンカーで使うことによって枯れ物の上にファサッという感じでね、乗って、そんでモゾモゾピンピンピンっていう感じでね、絶妙な、なんだろうな、コツは自分ね釣れてないから何とも言えないんですけども、デカバスハンターとなったねお二人に聞くと、まあその場でのテーブルターンってのが肝だよなんていうね、そんな風にね聞いておりますが、何にしてもね、水深をおかっぱりから調べて、そんでもってこいつを投げておけばもうバッチリじゃないかっていうね、そんな、琵琶湖遠征でございました。はい、でね、釣り竿、これね釣り竿、原さんのねスペシャルロットがねすごかったんですよ。一番釣れたかな、遠征中にね、4本ぐらいの、デカバス、最終的には 61.5 ぐらいあったかなまで仕留めたんですけども、原さんがねこういう感じでねブランクスで買ってきて、それで自分で琵琶湖用にねこんな感じの調子がいいんじゃないかっていう風にね、組んで作ってきた竿、それでね巨大バスがボコボコ釣れたんですけども、動画の中でもねあのちょっとした説明してもらいましたけども、いや自分もね帰ってきてね、あのブランクスやべえなっていうことでね、このね竿の元を買ってきたんですよね。マグナムクラフトのですねモンスターシリーズの、まあ、7045とか7038とかねいろいろあるんですけども、原さんがですねこれより1個ね下の番手のブランクスで、組んで、ああいったねナイスな釣りができたんですけども、自分はね原さんよりねちょっと力が弱いので、竿の方にちょっとだけパワーを持たせようっていうことで、7045っていうことで、まあ組むと7フィートで 45g ぐらいを背負うとちょうどいい竿ができるよっていうね、こういったブランクスを買ってきてみたんですよね。でまあ今年どうかな、もういけないかな、ハイシーズンに入っちゃうんで、来年またねチャレンジしたいななんて思うんで、それに向けてね道具を揃えて、これで自分もね自分なりの琵琶湖スペシャルをねちょっと作ってみようかななんていう風に、考えております。で、今回はね、前々から、紹介してるこのディーパーね、これ大活躍してくれたんで、ちょっと動画の方でもね、フューチャーしたんですけども、詳しいねこれディーパーとは何ぞや、投げれる魚群探知機とは何ぞやっていうね、方は説明欄のところにですねこれのリンク先、つけておきますので、まあ簡単に言うと Wi-Fi で携帯電話とつながって、それでもってですね、水深水温ね、測れる、まあ投げれる魚群探知機だよっていうね、これとスマートフォンだけ持っていけばですね、動画の中でやっていたような、水深なんかも調べることができますんでね、気になる方はぜひですね、説明欄のリンクの方から、ディーパーどんなものかななんてね見てみてください。まあなんだろう、トーナメントシーンでもですね、あのライブスコープとかを使ったですね、まあなんだろう、水中のサイトフィッシングなんていうのがね、もう
すごい流行っているね、超高性能魚群探知機によって、ルアーを追いかけるバスをね、狙い撃ちしてっていうね、そういったのが今トーナメントシーンを席巻しておりますけども、何にしてもやっぱりブラックバス釣りでその魚のいるレンジであるとか地形の、水深、まあ、レンジであるとかを、把握して、でそこに効果的なルアーを効果的に送り込んで釣るっていうのはね、基本中の基だと思いますので、今こういう感じでね、おかっぱりアングラーでもね、そういった情報を、もうこれを直接投げてね、知ることができたりしますので、今回はね、もうね、ほんとね、最初ね、ほんと釣れなかったんですよ。もうどこをやっていいのか分かんないっていう感じでね、結構うろ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 したんですけども、あ、そうだ、ディーパー持ってきたから、まあこれでね、ちょっと粘れるポイント探し出そうやっていうことでね、この変化を見つけ出したところから、バッタバッタとね、魚がねヒットするようになってきたんで、これね使い出しても結構経ちますけど、今回ほど、おーありがとうディーパーって思ったのはね、今回初めてぐらい一番にね活躍してくれたななんて思いましたね。あとはまあ自分の場合は秋口のこの城をね海で探したりとか、冬場ダムでねボートで釣りする時なんか、ワカサギなんかはねものすごい綺麗に映るんで、まあこれだけでね魚群探知機の釣りなんかしておりますので、まあ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 そんな感じでございます。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、おかっぱり魚群探知機のディーパーを持ってね、YouTube を始めてから初めて、琵琶湖遠征に行ったところ、巨大バスがいっぱい釣れていたよっていうね、こういった動画でございました。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。